of freedom of expression。 はい、ディラングウェイの、カオルです。今回も、ザ・フリーダム・エクスプレッション、始まりました。ジョーさん、タタさん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうです。さあ、今回の、はい、話はジョーさんが、はい、はい、不謹慎と団野村氏が父親野村克也の遺体写真、画像をですねツイッターにアップしまして大炎上。ツイッターでは削除の声も上がっているということなんですけども、まあ元野球監督のですね野村克也さん、2月の11日に、お亡くなりになったわけですけども、まあ、その、ご遺体の写真を、まあ、息子さんといっても血がつながってるわけではないんですね。団野村さんというのは、はい、まあ、幸子夫人の元々お子さんでのお子さんということなんですけど、まあ、でも、まあ、とはいえ、まあ、家族のですね、まあ、その死体遺体をですね写真で撮ってそれを SNS にアップしたというところで、まあ、多くの声は削除してくれというかちょっとこう怖いとか、うん、気持ちが悪いとかということで削除してくれという声が上がったということなんですけども、うん、まあ、これを、まあ、どんな風に考えたらいいんだろうというのは、うん、ちょっと僕の中では引っかかっていたテーマでございますが、まあ、日本だと基本やらないですね。やらないですね。そもそも、まあ、身内の死といえどもなかなか写真を撮るという行為もそうですよね。ちょっとないですよ。みんなが集まって記念撮影とかもないですよね。ないですよね。やっぱりこう、亡くなった方と、なんかまあ、粛々となんかそのお送りするっていうのが日本だと思うんですけど、まあ、僕はアメリカにもちょっと住んでいたんで、まあ、アメリカの家庭が全部そうだってことではないんですが、まあ、これキリスト教全般に言えるのかもしれませんが、比較的にその個性的なお葬式があったりとか、まあ、あとは別れるときにそのご遺体にこう例えばキスを普通にするとかね、まあ、そういうのは、まあ、当たり前の行為だったりしますし、まあ、写真を撮るような方もいらっしゃいます、まあ、ただ、まあ、それを SNS という皆さんが目にする場所にまた上げるとなると、まあ、ちょっとこう、状況が変わってくるのかなというようなところはあるんですが、これ川さん どう感じになられますか。人がねたくさん見るところなんで、まあ、ちょっとこう気にしてもいいのかなって気はしますけど、うん、まあ、いいんじゃないかなって気がしますけどね、うん、俺は、うん、まあ、うん、身内がやってるわけなんでね、うん、なんかいきなりよくわかんない人がやってたらそれはあれでしょうけど、変なものではないわけですから。そうですね、うん、なんかまあそんなにこうなんかこう乾いてるようなことなのかなって気はしてますけどね、うん、僕もそのスポーツ記者やってる時にはノブさんとか取材してたんで、はいはい、で今回それ見させてもらったんですけど、お顔とかもやっぱでも、まあ、見て、あ、うん、綺麗なお顔だったんで、うん、まあ、ご冥福をお祈りできたというか、うんうんうん、ちょっと心に、うんうん、まあ、綺麗でよかったなっていうふうには思いました、うん、正直。なるほどね、うん、まあ賛否両論分かれてるところなんですけど、まあ、僕が一つ、まあ、感じたというか、僕の中でこの写真を見ていろいろ思ったのは、その僕一時期、デイズジャパンというフォトジャーナル誌の編集長をやったことがあるんですけど、まあ、それはフォトジャーナル誌だったんで、まあ、どうしても戦場の写真が非常にこう多かったんですよね。まあ、そうすると、まあ、中東の戦場の写真とかですと、まあ、亡くなった方もですね、そこに遺体が映り込んでる場合があって、まあ、それを、まあ、実際に掲載するかどうかっていうのは、結構その、掲載にあたってはね、毎回こう議論をよくしてきたんですよ、うん、で、まあ、その時聞いていた一つのラインとしては、例えばですけど、自然災害で亡くなったような場合のご遺体に関しては掲載するのはやめようという一つ方針がありました、うん、で、戦争に関してはやはりこれはなぜこの戦争が起きてしまったんだというその原因も含めて、考えなければいけないという意図があるので、そういう意味でそのまあそこにあるご遺体に対して何からそのメッセージがあるんじゃないかということで、もちろんあまりグロテスクな写真は避けましたけども、そうした意図の中で、ご遺体が写っている写真をその雑誌に掲載したというようなことは何回かあります。で、あとプラス逆にちょっと一つ思ったのが、もうこの時今この時点で映画やってるかわかりませんけど、始まりの歌とかっていうドキュメンタリー映画があるんですけど、その映画を見に行った時にびっくりしたんですが、この映画では入り口にこの映画では出産のシーンがあって、出産のシーンっていうのは、まあ、そのいわゆる R 指定にかかっているんですが、
ので、まあ、ご覧になる方はご注意してくださいということが書いてあったんですね。で、特に入場規制は設けませんということが書いてあって、まあ、単館映画だったんで、設けないで見てもらいますということが書いてあったんですね。で、なるほどと思ったんですが、それと同時に、やっぱこの国というのは、その生まれる瞬間と、なんかその死んだ時という、まあ、人間のこの一番大事な始まりと終わりに関して、なかなかその、自由にその表現ができないんだなというか、うん、そこは基本的には隠したいカルチャーなんだなというのは漠然と思ったんですよ。で、どちらかというとその今生きるために必要な情報みたいなところというのはたくさんいろんなところから与えられたりとか、まあ、むしろそれが欠如するとお前遅れてるみたいなこと言われるんですけど、本来人間として、ね、考えなきゃいけないまあね、なぜ生まれてなぜ我々は死んでいくんだろうとか、どこから来てどこに行くんだろうみたいな、まあ、ちょっと哲学的な話になっちゃうかもしれませんが、そういうことに関しては比較的にこう目隠しされた表現の中で生きているんだなというのは、まあ、漠然となんですけどね、まあ、感じました。ただ SNS に写真を上げるということになると、もちろんずっとねこの国ってはそういうふうに隠されてきた社会なんで、まあ、アレルギー反応があるっていうのも分からないでも、逆にねアレルギー反応があるとも分からないでもないんですけど、ちょっとそのことは思いましたか。ね、なかなかそこはだから音楽にしてもなかなかね、そうやって人の死とか本来はやっぱり考えなければいけないことだったりするテーマだったりするじゃないですか、いろんな芸術とかも、まあ、そういうことがなんかこう抜け落ちてしまっている表現社会の国にいるのかなっていうのは。なるほどね。まあ、この写真はまたちょっと芸術表現とは全く違うんですけどね、野村さんのご遺体はね。のことはちょっと漠然と感じはしましたけど。確かにそうですね。あんまりこう見ないですよね。うん、そうなんですよ。だから俺大礼会って映画あったじゃないですか。ああ、はいはいはい。あれ、タンタンさんちょっと多かったですもん。うん。ころ。なるほど。今見たらちょっと、まあ、終わらない選手だなと思っちゃいますけど。そうなんですよ。この国はね、その生まれるとか死ぬということに関して、タブーとは言わないですけど、うん、扱う、まあ一つにはその、宗教的な要素が非常に薄い国ではあるので、まあ、それもまあ影響しているのかなとは思うんですが、っていうのはね、漠然とは感じましたけどね。これはでも神はね、あ、来た来た。この写真見て、ユニフォーム姿の写真見てね、はいはい、感動しましたね。あ、感動しました。あ、ノムさんだと思って、で、スワローズなんだみたいなことも思ったりとか。なるほどね。楽天じゃないんだみたいな。いや、三冠を取ったホークスじゃないんだ。監督になったところがやっぱり大きかったのかなみたいな、ヤクルトのね、育てる方の人だったかな。世間的にはね。阪神のユニフォーム着てたり、楽天のユニフォーム着てたら、ちょっとね。そうですね。もうそこじゃないでしょうね。と思いますよね。確かにね。いや、阪神にとっても、楽天にとっても、やっぱりノムさんは力、すごかったと思うんですよ。確かに。その後も必ず星野さんが優勝させたんで、やっぱノムさんの力はすごかった。まあ、作ったんでしょうね、ベースをね。でもやっぱりスワローズ。まあ、そうでしょう。なんと言っても、ノムさんがいて、古田を育てたという、この、だってあの時、ID 野球という言葉が、どれだけ、そうですね。ね、世間を浸透させたかという、うん、それはすごい思いますけどもね。いや、キャッチャーで三冠王を取ったって、ものすごいことですよ。いや、それで、でも自分の現役時代のそっちを着なかったんだな、みたいな。多分言ってるはずなんですよね。ユニフォーム着て送ってくれって、スワローズな、ぐらい言ってると思うんです。まあ、これ想像なんですけど、その、自分がこうだじゃなくて、その選手と一緒にいたみたいな、そんなこととか感慨深く見てね、芸術を感じるんです、僕は。確かにある種のメッセージになってたとは思いますけどもね。ちなみに神は一度やっぱ死んで神になってるんですか。どういうことなんですか。神として生まれてくるんですか。僕すごい知りたかったんですけど、前々から。神ですか。ええ、神は最初からいるんです。あ、最初から神なんですか。神として生まれるんですか。いや、生まれるんじゃなくているんです。あ、もうそん、あ、そう、難しい。なるほど。難しいなぁ。もういるんですね。いるんですね。神に始まりも終わりもないんですよ。かぁ、すげえな。あとねそうですか。行ってみたいですよね。ねそうなん。神であることは、神であることは一向に証明してくれないんですよ。でも、ずーっともう何億年とかずっといるわけですよ。いるってことですよ。そういうことですよ。何億年とかそういうんじゃなくね、ゼロであり無限大なんですよ。まあ、またなんか来ましたよ。欲しいなゼロであり無限大まで来ました。
君らには理解できないんです。いや、理解できないですよ。絶対理解できない。どこどっこいな声でよく言いますね。なんかね。俺これ嫁に言ったらすげえバカにされますよ。俺はゼロであり無限みたいな。どうしたのって言われますよ。普通に。嫁は本当やばいですよ。ああ、もうじゃあ、神はもう、やっぱ死ぬとか死なないとか生まれるとかそういうことではないんですね。はい、時間っていうものがないんで。でも時給はあるんですよね。そうそう時間というタイムはないけど時給で働いてるんですよ。そうなんです。はい。間抜けだな、すごいな、本当ですよ。金必要なんだから。飯食うんだ、しかも。みたいな。そう。そこは現実的ですもんね。現実的です。現実的。非常に現実的。そこはぐっとやってきてくれます、ね。ありがたいですね。まあ、ちょっとそこでシンパシーを覚えますね。ゼロであり無限であるけど、うん、飯は食うし、時給で働く、ね。ありがたいんだか、ありがたくないんだか、全然わかんない。だからインチキって言われるんです。神やたらこだわるな、インチキって言われることに。やっぱ結構来てるのか、ね、確かに。すごい今、心にぐさっと来てるのかもしれない。毎回それ言いますから。意外と響いてるんだと思いますけど。まあでも確かに神が言うように、ヤクルトの、ね、ユニフォームを着て、うん、そうですよね、うん、あと顔がね、すごいこう安らかな顔だったんで、うん、というね、まあ、だからあまりにもちょっとこの国に住んでると生まれるとか死ぬということに対してちょっと無頓着というか なりすぎてるのかなという感じは、まあ、だからちょっと未体験な人もいたんですよね、なんかその、うん、こう、そうですね、そういう人はやっぱりこう初めて見たとかやっぱそういう見慣れないものなんで、ちょっとこう、自分の人生で、例えばそういう経験があるかとか、その遺体に接した、人の死に触れたことがあるかみたいなことも、結構複雑ですよね。僕のその、肉親とか、お母ちゃんが亡くなった時があったりとか。なんかこう、言葉にできないですよね、その感情が。見て。なんだろう、この気持ちみたいな。ジョーさん、なんかそういう経験ありますか？まあ、ありますね。まあ、それは身内もそうですし、まあ、ね、いわゆる仲間と言われる、ね、人が亡くなったりってこともありますから、まあ、そういう、ね、言葉にできないものを。なんか、寂しくもないけど、なんか寂しいような、なんかちょっと怖いような気もするし、うん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 、なんかこう、すごいなんか難しいんですよね、表現するのは。うんうん、人が死ぬって、なんか。だからそう、なんかその、そういう場ってこう、変なこと喋んないようにしようっていう空気感ですよ。で、なんか、なんていうんですか、ご愁傷様ですみたいな、うんうんうん、なんか決まりきった挨拶みたいなのが、なんかあるじゃないですか。なんかパターンじゃって言うとあれですけど、なんかそういうのがあるでしょ。それがなんかこう、そういう雰囲気にやっぱさしてるんですかね。まあ、あるかもしれませんね。だから、ね、で、バンドマンとかも結構知り合いだから、そういう方が亡くなったりすると、結構個性的なお葬式だったりするとね、まあ、ほんとにほっとするっていうか、もうちょっとこう、いろんなね、死への弔い方があったりとか、接し方とか、そこから僕らが考えることもあるはずなんで、あまりこう、タブー視するのは良くないんじゃないのかなと。お前なんか、内田裕也さんとかの、ね、ロック葬みたいなのもありましたしね。ね、ありましたからね。うん、そんなことは漠然と、感じたんで、このニュースをピックアップさせていただきました。では、今回はここで終わりにしたいと思います。皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いします。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 